はいどうも、ロズキアです。はい、おはようございます。もうね、どど朝、度がつくぐらい朝なんだけどさ、もうね、9時、9時っていうかもう10時なんやけど、朝っていうかもう昼だよね、もう何だったら。はい、えーと、なんでね、さすがに今日は短めにするんだけど、うん、あの、長さとかどうでもよくて、あのー、ね、 ちょっとね、まあ、あの、年末の方に予定がありまして、まあ、スタンプね、これ、あの、さあちょっと待って、話 <laughs>、一旦止めるけど、あの、LINE スタンプね、昨日言ってたやつ、これも LINE スタンプのやつなんだけど、めっちゃ可愛いでしょ。これね、あの、発売もされてるんで、はい、あの、審査ももう通ったんで、あのよろしくお願いします、あの、コミュニティとかに、あ,のあと、まあ、各種 SNS とかにもう一斉にブワーッと出したんで、昨日ね、あの、昨日の夕方ぐらいに審査が通ったんで、はい、っていう感じなんだけど、まあまあ、それはいいとして、 えとね、バス、あのー、ちょっとね年末ぐらいに予定があって、あのー、バスの、ね、予約をしようと思ったんだけどあの、ね、バスの予約ってその、まあ、あの電車というか、まあ、新幹線だったりとかあの辺も、まあ、多分システム的には同じなのかな分かんないけどああいう、ね、交通手段ってちょっと、ね、特殊でさ、あのー、例えばホテルとかの予約とかだったら何ヶ月前にでも取れるんよね、例えば抑えられるんよ部屋を。 ででその支払いいいは当日でもいいわけじゃん何だったらだってホテルだったらただホテルに泊まるんだったらそのホテルの予約するのにさ1ヶ月前に予約して1ヶ月前に支払う、まあそれね、カードとかだったら支払うと思うんだけどあの現金払いだったらさ支払えないじゃん、まあ、もう振り込みとかもできるっちゃできるんだろうけど普通しないでしょあのホテルの予約で振り込みってしないじゃんだからあの基本的にホテルの予約取るんだったら。 そのついた時に払うわけでしょ現金だったらね現金とかあと、あのーかあのー、コード決済とかあんなんだったらとそこで払うわけじゃんだから、あのー、そ,の時期その予約した時に払わないでしょだからこれのイメージがあったんだけど、あのー、バスとか、まあ、さっき電車電車とかはどうなのかな電車とかでも多分チケットは先に払わなきゃいけないんじゃないかなと思うんだけどあのー、バスのね高速バスの 予約って例えば予約自体は1ヶ月前とか2ヶ月前とかできるんだけどあの2ヶ月は無理かなでも1ヶ月前は普通にできると思うよねで実際今から年末ぐらいのやつでできるんだけどあのーえっとね3日これもねその会社によって違うんだけど3日とか4日まあもしくはまあ1週間ぐらいかなまあ1週間だったらまだいいんだけど3日とか4日ぐらいがボーダーラインになってて要はここより 前だったまあ例えば3日4日より前、まあ、1週間前とか1ヶ月前とかだった場合はその3日4日までその日まで例えばその20日に行くんだとしたらまあ3日前17日までには払ってくださいねっていう感じになるよねで逆にそのまあ例えば20日っていうことにしようか20日ってことにしたとしたらまあ17日でその逆に17日より後に予約取った場合はそのギリギリでいいよって。 そのまあその当日でも当日はこれも会,会社によるけどあの前日とかまあ当日の何時までとかに払ってくれっていう風になるよねだからそのこっちにしないと今俺カレ金の用意をしてないからあの予約できなくてその1週間前でまあ年末ぐらいだからなるだけね早めに取りたかったんよね正直あのまあ1ヶ月前とかに取る必要はないんだけど正直ね だけどさすがにそのギリギリだと本当に席埋まってることもあるから日によってはねまあ空いてる日は空いてるんだけどそのね日にちずらしてもいいし別にあの俺もかっちりした予定があるわけじゃないんで別に例えばさっき20日言ったけど20日だったのが19日になっても18日になっても別にいいんだけどただそのいろんなにね予定の兼ね合いがあるのでさすがにねそのあんまり後にずらしたりとかあんまり先にずらしたりとかはできないよね。 だからあーめんどくせえなーって思って <laughs> 予約がめんどくさいんよね。まあ多分これさそのあらかじめ予約取ってさ席埋めといて席っていうかその取っといてさ金払えなくからまあ金払わないだけじゃなくてさキャンセルしやすいわけじゃんだってその金払ってたら返金だなんだがあるからこれがなんか何パーセントとかってなるんだけど。 あの金払ってない段階だったらどうとでもできるじゃんそのキャンセルしようがドタキャンしようが何しようが別にだって金払ってないから返金もクソもないわけだからその払えよって言ったって無視されるわけじゃんそんなんだって払ってないんだもん <laughs> まだまだその振り込んでもない状態だからさその返す返さないの話ではもうなくなっちゃってるから、あのー、席をねそのさばきたいそのバス側としては困るわけじゃん先に金払っといてくれれば ああまあまあキャンセルってなったらそのキャンセル料が出て何パーセント取られるからみたいなのがあるからみんなそんなドタキャンしないけど払ってない段階だったら何とでもできるからだから多分そういう理由だとは思うんだけど特にそのバスとかって結構流動性があるしその予定がさっきも言ったけど変わることも多いだろうしあのホテルとかだったら結構ねそうじゃなくてもさギリギリでさ終電逃したとかでやつが止まったりするから。 あの空いてても割とねさばけたりするけどバスとかはそうはいかないからねあんま飛び込みで乗らないでしょ高速バスとかに <laughs> だから、うん、まあそういうのがあるしかもその、まあ、時期も時期だしねその年末年始に近い時期だからうーんとは思ったんだけどね、うん、めんどくせえなと思って <laughs> <時点> <laughs> マジでマジで面倒くさいもうただの愚痴なんだけどこれねうんなんか あるんだろうね時期というか、まあ、時期っってていうかか俺,俺何度か乗ってるんよね例えば俺地元から大阪に出てくる時もあの金ケチってあの <laughs> 何だろうあのね部屋あのえっ、ー、とね大阪出てきた時に部屋借りるじゃん部屋借りる時にその内見というかあの、ね、部屋見に行く時は普通に新幹線で行ってるんだけどあのガチで移動する時は普通にバスで行ってるからね俺あの高速バスでね。 であのー、昔その仕事で九州行ってた時もその仕事から逃げてきた時も <laughs> 逃げて大阪に帰ってきた時も、あのー、バスで帰ってきてるよねだから結構さいざって時大体バスで帰ってるからバスの勝手は知ってるつもりだったんだけどああいう時って割とさその当日というか2日前とかに予約してるから普通に通ったんよね。だけど あの今はそんな前じゃないからそんな前じゃないというか1週間以上前だから言ってもいつ行く日にねだからまあまあ確かにそうなるだろうなと思うんだけどさめんどくさいよねこれねなんかまあまあ払えばいいじゃんって言って払えないんだってあのいろんな支払いが立て込んでるから金が入るまで払えないんだよ普通にはいまあそんな感じでまあまあいろいろありましたということでまあね LINE スタンプよかったら皆さん買ってください はいロズティアでしたバイ。